えー、世界の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、今回は、えー、第6週ですね。JF スタンダードについてお話をします、えー。この1本目のビデオでは、えー、JF スタンダードとは何かについてお話をします、はいえーこ。このビデオは特に復習なんですけど、まず1980年代まではオーディオリンガルという教え方がとても一般的でした。えー、今回使っているみんなの、えー、日本語もそうですね。はい でその後、もう、あの、やっぱりオーディオリンガルではダメだということが分かってきました。それをはっきり示したのは、インドのプラブーさんのバンガロールプロジェクトですね。で、これで、ここから始まったのが、コミュニカティブアプローチというものです。これは、インドの CBSE も、コミュニカティブアプローチでやってくださいと、はっきり言っています。で、コミュニカティブアプローチは、あの、バイ、あの、オーディオリンガルへの、え、アンチテーゼだったんですね。ですから、コミュニカティブアプローチでやってくださいということは、 オーディオリンガルではやらないでくださいという意味になります。はい。えー、そして2001年は、えー、これはヨーロッパで、えー、この CEFR、まぁ、あ、c f r と呼んでますけど、えー、Common European Framework of Reference というのが出ました。ここではっきり書いてあることがこの行動中心アプローチです。はい。えー、そして、えー、2010年にこの JF スタンダードですね。まぁ、あ、JF 日本語教育スタンダードとか、 JF 日本語スタンダードということもあります。これはさっき言いました Common European Framework of Reference。これにとても似ているもので、ここでもやはり行動中心アプローチが中心になっていますね。そして今年のですね、10月、今年の10月に日本の文化庁が日本語教育参照枠というのを発表しましたが、ここでもやはりはっきり行動中心アプローチというふうに書いてあります。 ですので、まあ、JF 日本語スタンダード、えー、JF 日本語教育スタンダードで中心になっている行動中心アプローチは、えー、ヨーロッパでも、えー、日本でも、えー、そしてこの、ね、文化庁の日本語教育参照学でも、えー、行動中心アプローチ、はっきり、それでやりましょうというふうに書いてあるわけですね。はい。これについてはこの後のビデオでもちゃんとご紹介したいと思います。はい。で、国際交流基金のミッションなんですけど、 えー、というか、すいません。JF スタンダードの理念は、えーあの、JF 日本語教育スタンダードの理念は、この相互理解のための日本語です。えー、お互いに分かり合うための日本語なんですね。でもその前に、えー、基金全体のミッションというのがあります、えー。基金全体のミッションは、日本の友人を増やし、世界との絆を育む。まあ、英語ではこういう風うになってますね。えー、Cultivating Friendship and Ties Between Japan and the World、えー。 でもこれはあの日本語教育だけではなくて、えー、文化交流とか知的交流とか、えー、国際交流基金の全ての仕事のミッションです。えー、に国際交流基金の日本語教育の理念としてはこの相互理解のための日本語。これがあるわけですね。はい。えー、で具体的にはこの JF スタンダードですね、えー。具体的にはどういうのがあるかっていうと、この行動中心アプローチが一番中心にあります。えー、そしてその え、じゃあ行動中心アプローチって何なのっていうと、この CanDo とかですね。それから A1 から C2 までのレベルもあります。え、そしてあの実際にあのこういうあの行動中心アプローチをえ、元にしてえ作った教科書、丸ごととか彩りっていうのもありますね。はい。それについてはこれからえこの別のビデオでえご紹介したいと思います。はい。で、JF スタンダードのえー公式サイトについてはぜひ この jfstandard.jp これを見て、詳しいことは勉強してほしいと思います。はい。それではこのビデオはここまでになります。そして冒険は続きます。フィルム連携。